ボルドーワインはフランス南西部ボルドーを中心とした一帯で産出されるワインである。ジロンド県全域にわたる地域でボルドーを名乗ることができ、この一帯は世界的に最も有名なワイン産地の一つである。ここで産出される赤ワインはクラレット・クレレとも呼ばれる。また、白ワインについてもソーテルヌの甘口な寄付ワイン、ソーテルヌワインなどが その高い品質で知られる。ボルドー産の赤ワインに使用されるブドウは、カベルネソービニオン、カベルネフラン、メルローといった品種が中心で、適度な酸味と甘みが溶け合い、その繊細な味わいからワインの女王と称されている。ボルドーでもサンテミリオン地区で生産される赤ワインには、メルローの使用割合が多くなり、また違った味わいを持っている。一方、白ワインでは、 装備にンブランといった品種が多く使用される。しかし、ソーテルヌ地区で生産される甘口の寄付ワインにはセミオンが使用される。ボルドーでは古くから品質に従ってワインの格付けが行われており、特に1855年のメドック地区における赤ワインの格付けが有名である。ボーイヤックはボルドーワインの一つ。メドックに6つある村名奥の一つで、町内には メドックの5つある1級格付けシャトーのうちの3つがある。メドック地区での格付けは、第1級から第5級までに分類されており、今なワインの市場価格に影響力を持っている。なお、第1級に格付けされているワインは、次のご銘柄である。シャトーラフットロートシルとシャト、ーマルゴー、シャトーラトゥール、シャトーオーブリオン、ワイン愛好家の間では、 上記の五大シャトーに匹敵ないし超える値段や味わいを持つ銘柄を加えた分類がある。五大シャトーにト島オーゾンヌ、シャトーシュバルブラン、シャトーリケムの三つを加えた八大シャトー、さらにシャトーペトリュス、シャトールパンを加えた九大シャト島内市十、大シャトーという分類がある。ワイン雑誌等ではボルドーサガンの十大シャトーとして五大シャトーに加え、シャトーリケム、 シャトーラミッション・オーブリオン、シャトーラビリオーブリオン、シャトークリマンス、シャトーモンローズを加えた分類がある。これらの分類については当然、明確な規定があるものではないことに、留意しなければならない。オーブリオンは、メドック地区ではなく、グラーブ地区であるが、例外的に入っているエノテカ編集部、ボルドーワインの最高峰、古代シャトーとは、エノテカマイナスワインの読み物。 www.enoteca.co.jp2020 年9月15日閲覧。ワイナート2008年5月号第44号美術出版社。ワイナート2008年5月号第44号美術出版社。2020年9月15日閲覧。ありがとうございます。